皆さん、こんにちは。天コロの佐々木京子です。えー、講座の方を、あの、受けていただいている方、勉強、進み具合はいかがでしょうか。えっ、ー、と、実は今日、台風の,あの実技の方ですね、収録したんですけれども、えー、くしくもですね、昨日、台風17号がですね、えー、関東地方をこう、駆け抜けていった日で、 ですね、あのこう話しながら台風の話し,しながら「昨日の台風はですね」なんて言っちゃいそうになるんですけれども、まあ、e ラーニングなんでねいつでも勉強できるような仕組みになってますから「あの昨日の」っていつだよってことにならないようにするのにちょっと大変だったんですけれども。あの こんな毎日ですね、いろいろあの台風とかばっかりじゃなくて何にもない日何にもない穏やかな日も、えー、あると思うんですけれどもですねあの勉強の,あの進み具合によってですけれども例えば気象庁のホームページとかをこう見る。 たまに,何度たまにこう見てです、ね、いろんな情報収集ってうんですかねあの新しい情報もそうだし、まあ、いろんな資料を見るっていうことも大事だと思うんですけれども特にですね4月からこう例えば始めたお勉強を始めてここまで進んできた方でですねどうも1回試験が終わってしまうと、えー、中だるみというかですね一回ちょっと休憩しちゃって、えー ちょっと停滞しちゃったな、という方もいらっしゃると思うんですね。で、えー、全然、あの、ね、休憩、休憩、休み休みやっていただいていいと思うんですけれども、せっかく、あの、積み上げてきたというかですね。勉強慣れてきて、えー、お天気の頭になりつつあるんであれば。あの、なるべく早く、えー、また勉強の方に戻していただいてですね。で、ただ、まあ、勉強、勉強ってして。 でででもつまらないと思うんでそのそ息抜きがてらにですね気象庁のホームページ眺めるとか、えー、特に、えー、今までは学科やってきましたけれどもここから実技やりますなんていう方はですねあの資料をあの多く見るたくさんこのレーダーの画像ですとか雲画像です,ですとかっていうのをあの毎日、 こう見ることっていうのがすごく大事ですので、まあ、そうやって <laughs> まあ飽きないようにというかあの自分なりにですねあの楽しみながら勉強を進めていくといいかなというふうに思います。でまあもうすぐ合格発表なわけなんですけれどもその結果がですねどうであれあの予報士になった後とも勉強を続けていかなきゃいけないしまあ 残念ながらダメでしたっていう方ももちろん勉強しなきゃいけないんですけれどもあのどこがゴールということがないですね毎日毎日いろんなこと起こりますし特にあの昨日の台風だってどうしてそういうコースを通ったとかどうして東側が風強くなるのかとかって本当にあの勉強していかないと、えー、まだまだ ね、あの起こった現象がどう,してどうしてそういう現象が起こったのかなんていうのは日々の勉強になります資格取った後も勉強していかなきゃいけないことですんであので、まあ、もしですね飽きてきた方がいらっしゃったら、まあ、一休みしていただいてでまたあのちょっと自分なりに楽しいものを見つけつつです、ね、あの天気予報を毎日見るとかあの気象庁のホームページ見るとか。 あと雲の写真撮るとか何でもいいんですけれどもそういうところからまたちょっと楽しみを見いだしてそれでまた勉強に戻ってきていただければなというふうに思います。で、えー、これから実技をまだね、えー、最後まで収録していないんですけれどももうあと何回かするとですね実技の収録も終わりまして、えー、全部学科の一般専門あと実技講座っていうのでセットで整いますんでもしあのー この後実技の講座も見てみようかなということで、えー、方がいらっしゃいましたらまあ無料でですねサンプルの映像とか見ていただいてああなるほどこういうことかっていうのをねあの見ていただいて気に入っていただければあのぜひいらしていただければと思います。えー、頑張ってください。